壁の要塞か。海の方は切り立った崖になっていて、常に警備兵がモーターボートでパトロールしてる。エンジンテストが行われるはずだ。まあ、奪回するにはその時しかないな。解体されたバルドリンは各メカの分析調査が終わると復元され。了解、全力を挙げて潜入します。分かった。レーダー基地を破壊する。その時は、ああ、一人の方が気づかれずに済む。海から俺が潜り込む。一人で一気に正面突破できるってわけ。レーダーば破壊するとね、バッテンどうやって入り込むつもりじゃ。そこでだ。レーダーさえ破壊すれば。じゃあバルドリン奪回は無理ってことですか。いや、レーダー連動ミサイルが何百発と飛んできますよ、大ちゃん。わお、とんでもない。うかつに殴り込んでみろ。となると正面ゲートから殴り込みかけるしかなかとね。頼んばい、しめどん。じゃ、成功を祈る。海中でバラバラになった模様です。了解、ポイント0058に急行します。よっ、